チューブ。ポン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 とペロペロポンでーす。今日は久しぶりにペロアさんオープンしました。今回はチェキとデコチェキじゃなくて、なんとね、たくさんグッズを発売したの。絵描くの好きだし、8月からアイドルになるから、このね、何もない自由な時間にペロのもう好きなように好きなものを作って、好きなようにやろうって思ってね、やることにした。まずじゃーん、ペロ教ステッカー、キラキラ、めっちゃキラキラ。これ前にペロが家解約記念フリマイベントをした時に、家解約のふわふわお化けのステッカーを作ったんだけど、一番早くね、速乾だったの、このステッカーが。東京でイベントしたんだけど、地方の人からもイベントには行けないけどステッカー欲しいみたいな言ってくれたから、地方の人でも買えるように通販にしようと思って、でも家解約記念じゃないからさ、家解約とは別でペロ教にしたから、もしね、家解約ステッカー買ったよっていう人もね、これペロ教ステッカーだからね、500円なんで買ってください。送料無料です。ペロ屋さんのね、通販はね、全部送料無料。本当はね、送料つけたいんだけどね、送料の付け方わかんないから全部送料無料だからね、500円。あのクソガキとかもね、一食分我慢して買える値段なので、よかったらステッカー欲しいなと思った人は買ってみてください。私はね、 iPhone の裏に貼ってて、これサイズも自分で作るときに何センチ何センチって決めれるんだけど、 iPhone の裏に貼れるようにその大きさでやってるから、よかったらね、携帯とかパソコンとか友達の下駄箱とか、ペロ教をね、みんな布教して、これどこにでも貼れるから。ペロ教 T シャツ、多分アイドルになったらまたなんかアイドルの事務所から発売とかするかもしんない、わかんないけどね、知らんけど、ペロが好きなように書いてペロの T シャツみたいなのをね、作りたかったから、何者でもないペロの T シャツみたいな、今回イラスト書いて作りました。でめっちゃ原価が高くてね、ビビり散らかして数量限定になってるんで、まあでも売り切れとかはなるかわかんないけど、受注じゃなくてうちに在庫が届く感じのやつだから、数量限定なのでお早めにお願いします。売れ残ったらさ、また家が狭くなっちゃう、ダンボールの在庫で。原画はこれなんだけど、これをね、ちょっと切り取ってペロ教っていう文字を入れて、かっこいい感じのおしゃれな感じに仕上げたから、普段着もできるし、ペロがね、今地上ニートになって何も現場がないから、何も着るものがないっていう人はね、ペロ教になって初めての T シャツ、ま、最初で最後かもしれない、ペロ教 T シャツよろしくお願いします。本当はね、あの自分が着たいなと思って、こういう動画撮る時とかに自分の T シャツがあったらいいなと思って、自分が着たいやつをね、作ったから、みんなもね、おそろして普段着もできる感じのおしゃれなデザインにしたから、いろいろね、 T シャツおしゃれとか T シャツアイドルとかで調べて、ダサくない感じのいい感じのイケイケな感じにしたから、おそろしてください。チェキはね、オンラインチェキでチェキを販売って感じじゃなくて、グッズと一緒にチェキ買いたいっていう人いるかなって思って、なんかみんなすぐさ、チェキくれチェキくれって、チェキのお化けだね、チェキに取り憑かれたお化けみたいにさ、チェキくれチェキくれチェキ販売してくれって、なんかすごいさ、よくリプライとかで来るから、オンラインチェキみたいな感じじゃなくて、もしよかったらチェキもありますよっていう感じで、今回ね、配信はないんだけど、チェキもペロ屋さんで一緒に販売することにしました。このグッズとかは数が決まってるから数量限定なんだけど、チェキは10日間限定にしようと思って、なんかずーっと販売しててもいつが区切りなんだろうみたいな感じになっちゃうから、今日6月5日から6月15日までの期間限定の販売にします。今回はコスプレチェキで、何のコスプレするかは、なんか家にさ、コスプレの服めっちゃたくさんあるから、いろんなコスプレしてランダムにしようかなって感じ。チェキが欲しいっていう人も、グッズのお供にチェキも買おうかなっていう人も、チェキくれお化けの人はね、この際にね、チェキを買っていただいて成仏してくれメンス。はい、そして次が、なんか初の試みなんだけど、似顔絵のアイコン依頼をしようと思います。これは前からなんか言ってもらってたんだけど、アイコン描いてほしいとか、ペロ絵を描くのが好きだから、似顔絵とか描いてほしいみたいな言ってくれる人が多かったから、アイコンのね、イラストを描こうと思います。で、このアイコンのイラストについては、詳細はペロ屋さんの方に載ってるので、好きな色とか、入れてほしい文字とか、参考画像とか、ペロ屋さんのページを詳細は見てください。顔のさ、参考画像が欲しいんだけど、それをね、よかったらギガファイルの、で、ギガファイル、わかる？そう、わかんなかったんで調べてほしいんだけど、ギガファイルっていう、自分がそのギガファイルでアップロードしたら URL が発行されて、その URL を送った相手にしか画像が見れないっていう、便利なね、画像を URL に変えるサイトがあるんだけど、それで送ってくれたら一番嬉しいかなって感じです。ギガファイルが7日、14日、21日、30日、60日、で、ファイルの保存期限っていうのがね、選べるの。そのギガファイル便でアップロードするときに。で、その時に、30日か60日を選んでくれるとめっちゃ嬉しい。まあ、30日かな。30日を選んでからアップロードしてくれたら、ペロがもらった URL で30日間見れるから、30日だとありがたい。調べたらすぐ出てくるし、簡単だから見てみて。金額は、私が過去にアイドルさんの生誕イベントとかでイラストを描いたりしたこととかがあったり、関係者の人とかにイラストとかって1枚描くのっていくらくらいが妥当ですかねっていろいろ相談して、平均的な金額にしたので、ぼったくりじゃないんでね、よろしくお願いします。この
この4つが今回ペルヤさんで発売することになった商品です。ペロ教のステッカーとかも絵描いてふわふわお化けの一個一個全部ねセンスと真心込めて作ってるんで、どうぞよろしくお願いします。あとこれはペロ教のサイトじゃないんだけど、なんと第3弾の LINE スタンプ発売しました。絵を描くのが好きだからさ、 LINE スタンプねめっちゃ作っちゃうの。てか LINE スタンプ作った時にふわふわお化けの LINE スタンプ作ってほしいみたいな言ってもらったから作ろうと思って作った。ほらこんな感じで描いた。過去にペロのツイッターでハッシュタグふわふわお化けでツイートしたりとかしてる画像も 2,3 枚入ってて、それ以外は全部書き下ろしっていうかなんか描いた。 LINE スタンプとかみんなの日常に組み込みたいと思ってんの。衣食住とかってさ、みんなに組み込めたら忘れないじゃんペロのことを。で、いわさ衣は T シャツ作ったじゃん。で、銃はないな。不動産になるか。で、食はさ、ないから、ペロの料理とか作って、通販で売れなら売りたいけどね。ナッシュとかみたいに。LINE スタンプもさ、結構、銃じゃん。生きてるのに、LINE 使うから、LINE のスタンプも生きてるうちに、組み込まれてるじゃん。で、ステッカーとかもさ、パソコンとか、iPhone とか、バッグとかに貼ったらさ、銃に組み込まれてるから、ペロはね、みんなの生活の中に入り込むのが目標だから。LINE スタンプね、なんかたくさん作ってるけど、お気に入りがあったらね、よかったら、第3弾なんで、お気に入りのやつがあったら、ぜひね、買ってみてください。でいつもねプロ LINE スタンプ発売したらハッシュタグプロの LINE スタンプでツイートしてくれたやつをインスタのストーリーでハイライトにまとめてるから、よかったらねハッシュタグプロの LINE スタンプでツイートしてみてください。これでねあのツイッターもインスタも両方ともに興味を持ってもらって、両方ともにフォローしてもらうっていう作戦。言っちゃった。そしてペロがねアイドルだった頃に郵送とかでもお手紙送ってくれた人、本当にありがとうございます。嬉しい。最後のラストライブの時にありがとうね、本当に。もうこれね全部読んだ、一個一個。卒業の時嬉しい。そんでなんと今後も今までね送ってもらってた住所にペロへのお手紙とプレゼントを受け取り可能になりました。ありがとうございます。本当に102-0085東京都千代田区6番町 4-5 SME マーケティングオフィス B ポンとペロ様。いや様じゃないな、これなんだ、やつ、この漢字わかんないやつかな、やポンとペロやつって書いてくれて送ってくれたらお手紙とプレゼント引き続きこちらの住所で受け取れます。はい、こちらのねあのソニーミュージッククリエイターレーベル B の方はペロが YouTube を頑張り続ける限り使わせていただけるので、みんなねあの YouTube ねよかったらあの再生して高評価ボタン、コメント拡散の方よろしくお願いします。本当にペロが YouTube を頑張れなくなった瞬間に使えなくなるので頑張りますので、皆さんも頑張ってみてください、お願いします。あとプレゼントもねありがとうございます。前の動画でブラシなくなったって言ったからかさ、ブラシもらった、見てね、嬉しい。このイギリスみたいな可愛いんだけど、え、ここにステッカー貼ろっかな、ペロキョステッカーここに貼ろっかな、え、可愛いんだけど、これでなくさない、ペロキョステッカーここに貼ろう。ちょ、ブラシなかったからさ、今までさ何も髪の毛溶かしたりしてなかった。やっと溶かせるわ、やっとサラサラになる。あー、ジルシアート、ありがとうございます。本当にね、ジルシアートなんて、うわ、ティッシュ入ってる、たくさん。これ何、フレグランスグロススプレー、ホワイトフローラル、ヘアトリートメントだって。え、すごい、なにこれ、トリートメント、あ、容器を振らずにって書いてある。やべ、振っちゃった、かわいい。で、ありがとうございます。まだ入ってる、なんだこれ、ジュースかもしれん、たくさん飲みます、ありがとうございます。かわちい、嬉しい、ありがとう。なんか生きてたらさプレゼントなんてもらうことないから本当に嬉しい。わあ、なにこれ、アミーボカードだ。これの開封ゲームチャンネルでやろう。今動物の森さあげる予定だからさ、ちょっとこれゲームチャンネルで開封するわ。ねえ、嬉しい、ありがとう。すごい、 え待って、サンリオのやつじゃん。え、開けたい、開封したい、早く開封したい、早く開封したいけど絶対これゲームチャンネルの方で開封する。ね、ありがとう、動物の森とサンリオのコラボのやつ、シナモン当たってほしい。ペロさ、アイドルを卒業した時に、その先のことをね、何も考えてなくて、卒業してからさ、何にもなくなったのね。その時に、チェキの販売とか、もう20年後とか、できないじゃん、普通に。でも20年後って、生きてるかわかんないけど、生きてたらさ、何かしなきゃいけないじゃん。その時にさ、もし、アイドルを卒業して、でもうアイドルやらないってなって、20年後とかって何するんだろう。何をして、お金を稼ぐんだろうと思った時に、ペロね、経営者になろうと思ったの。経営者にならないと、やばいと思って、経営者になるにはさ、いろんなものの経営者があるじゃん。何の経営者になろうかなって思ってさ、飲食とかだとさ、料理を振る舞わなきゃいけないじゃん。でも料理自分作れないしさ、シェフを雇うとかホールのスタッフさん雇うとか大変じゃん。そう思った時に何の経営者がいいだろうと思ったら、私神社がいいと思ったの。これマジで近くのさ大人の人とかにもね一回言ったの。アイドル卒業してどうしようかって思って、経営者にならなきゃで、何の経営者になるかって言ったら神社がいいと思うんですよって。これ大町の話ね、ちょっとって言われたんだけど、神
神社ってさ、こっちが何かを料理とかを提供しなくても勝手にさ、建物とお賽銭箱があるだけで人がさ好きな時に勝手に来て勝手にお賽銭箱にお金入れてくれるじゃん。もう神社が一番コスパいいと思って、私神社の経営者になろうと思ったのね。でそう思った時に土地を探さなきゃってなって、でめちゃくちゃ大きくなくてもいいわけよ。今の時代あのネットでバズらせればさ人は来てくれるから、大きければ大きいほどいいっていう問題じゃないから、もう土地は小さくてもいいからとりあえず土地買おうと思ったんだけど、土地めっちゃ高くて、めっちゃ田舎みたいなところでも郊外とかでも土地高いしどうしようと思って、土地も買ってさ建物もちょっと神社っぽいやつ建てなきゃいけないじゃん。あもう無理だ、お金ないから無理だと思って、でも将来的に神社を経営したいと思っててね、お賽銭箱だけちょっと絶対盗まれないようにしっかりしたお賽銭箱を置くんだけど、でそしたらさ、なんかみんなが私から何も提供しなくてもとりあえず土地を買って建物さえ建てておけば、あとお賽銭箱ね、人がさ自由に好きな時に好きなだけお金を入れてくれるじゃん。でネットでさご利益ありますよって言ってバズらせれば人はたくさん来るじゃんってなった時に、でも今の時代ってオンラインでもいいじゃないかと思って、神社が東京にあったら結局さ大阪とか福井とか沖縄とか北海道とか地方に住んでる人はなかなか来れないわけじゃん。でもオンラインだったらさ外国の人でもお賽銭ができるわけじゃん。あめっちゃいいと思って、ペルアさんで神社開こうと思ったの、オンライン神社みたいなって思った時に、オンライン神社だったら何の項目にしようと思って、今のペルアさんだったらさ販売物が T シャツとかチェキとかステッカーアイコン依頼とかあるわけじゃん。それがもしねペルアさんっていうサイトを神社に見立てた場合、お賽銭5,000円、お賽銭1,000円、お賽銭1万円とかっていう項目を作るって考えた時に、今ペルアさんっていうサイトで T シャツとかステッカーとか売ってるのってお賽銭と一緒じゃねって思ってさ、あ今私神社だって思ったの、神主。